はい、皆さんこんにちは、今回は、こちらのステンレスパイプと、それから、このステンレス棒、5ミリのステンレスの棒ですね、これと、0.3 ミリのステンレスの板、こちらを使って、焚き火台を作ってみました。はい、で、ステンレスの5ミリのステンレスの棒をこういう形に作りました。外側をこうぐるっと四角くして、間に、1本、こちら溶接してます。で、その上に、ステンレスのパイプをこれは溶接ではなくてハンマーで叩いて固定してあります。という形でこういうのを2個作っています。で、それからもう一つはこのコの字型といいますかね、こういうのをこれも2個作っています。で、これを組み立てます。はい、でこう折りたためるんですね。それで、ステンレス 0.3 ミリのステンレスの板をこんな形に作って2枚こうくっつけ、たためるようにして、作ってる。でこれをこの間に、こう入れてます。はい、でここに薪を置いて、焚き火をするという焚き火台ですね。でこれはこの100均のこの B4 サイズの袋にちょうど入る大きさです。で、この上に鍋を置いたりするようにできるようにこのステンレスの棒で、この上に、やかんを置いたり鍋を置いたりして、調理することができます。で、これの他に、焼き網ですね。 B4 サイズにちょうど入るサイズの焼き網こう乗せて、焼肉とバーベキュー等ができると思います。はい、この五徳を作るにあたってステンレス棒を、これ溶接してます。ここ上の棒とそれとこの中間の棒のこことこちらを溶接してます。ちょっとステンレス棒を溶接するということでちょっとハードルが高くなりますが、溶接できないとちょっとこの形に作れないかと思います。あとこの上に乗せる、鍋と乗せる台についてもただ曲げただけでなくてこの途中をちょっと補強を兼ねて、この部分も溶接しています。以上、ちょっとステンレスの溶接が必要ということでちょっとハードルが上がります。はい、こちら、B4 サイズの B4 サイズの100均袋に入るサイズの焚き火台、それとは別に、B5 サイズ、B4 サイズ、B5 サイズですね。この大きさの違う100均の袋に B5 サイズに入る、焚き火台も作ってみました。それがこちらですね。で、こちらを乗せると、こちらが B5 サイズ、こちらが B4 サイズの、焚き火台です。で、この下にはこのスリットは入れてません。スリットなしでも使えるようです。大きいサイズ、小さいサイズ、作ってみました。
じゃあ畳んでみます。こちらが B4 サイズ。これに焼き網も入れて、この台も入れて、はい、こちらが B4 サイズで、こちらが B5 サイズ、B4 サイズ、B5 サイズ、2種類作ってみました。実際の使用動画は後日、上げたいと思います。以上、ご視聴ありがとうございました。